愛する皆様、こんにちは。ランジャスコです。2021年スタートいたしました。ランジャスコの台湾スペシャル散歩動画ですね。ナンバー6をお送りしたいと思います。今回はですね、木下徳間に来ております。以上、どうぞご覧ください。住吉東駅に近います。今からですね、住吉大社さんの方に行きたいと思います。こちらにですね、水谷さんにバレーを使って、では歩いて向かいたいと思います。今日もね、1月のね、2021年1月の初めての、発達参りとなります。早朝から今日は来させていただいています。やっぱりね、お昼ぐらいになると混んでくるので、もう朝一番に行かないとダメですね。もう住宅地を見切っていきますので、しばらく、だいたい直進でありますね。通勤途中の方も多いので、なるべくね、人が少なないようにとっています。今ね、こうマスクしてるんで、ね、まあ、分かんないですよね。なんか後ろ姿だったりするので、ちょっと最近でもね、まだ配慮しながら撮っております。朝ね、早朝で寒いんでね、今日はこの赤い帽子をかぶってます。まもなく住吉大社様が着きます。はい、住吉大社様着きました。中入っていきたいと思います。着きましたのでね、綺麗な中入っていきます。水に入れます。宮下さんもね、そちらは牛のお手水です。発達前にも循環があるので、一番目のね、種橋下様に行きたいと思います。来させていただいてるんで、まずは目的の種ヶ社様に行きたいと思います。種ヶ社様着きました。では種ヶ社様と散歩入っていきたいと思います。参拝の周りが入ってますので、私も発達さんのね、ご祈願の受付行きたいと思います。コロナウイルスの影響でね、参列はできませんってことで書かれてます。椅子が寝てるとこの一寸法師のモデルになった
ちょっと置かれています。種子様の裏手に回ってきました。こちらは安山とかパダクマの基盤、になっております。お母さんとね、赤ちゃん抱っこしてるそうが可愛いです。でこちらはですね、小安社の神様になります。ありがとうございます。お隣がですね、こちらですね、天御社の神様でいらっしゃいます。またご参拝させていただきます。種子様から後にして、星宮さんに来ました。こちらもご参拝させていただきます。またですね、奥の方から拝んでいきたいと思います。こちらから拝んでいきたいと思います。こちらでですね、御社様一度にご参拝させていただきます。ありがとうございます。では次、南久茶様に行きたいと思います。こちらは夫婦立ち花の木ですね。すごい大きい、綺麗ですよね。猫ちゃん寄ってきましたね。いつも来ないのに、あ、ごめんね、かわいい。あ、おしっこしてます。かわいいですね。ご参拝ですかね。それではこちらですね、かませていただきます。それではですね、最後の大都市様に行きたいと思います。一旦ですね、宮下社様の本殿から離れて大都市様に向かいたいと思います。一旦出てまた戻ってきます。大都市様の前に浅川さんに行っております。一番ですね、浅川さんに行っております。浅川さんからですね、すぐに大都市様に入ります。今、ね、この重かぬ石の案内があるんですけど、今はやってません。
じゃあ、おとしさんに入っていきたいと思います。立ち入れして。シシャ様を後にしたいと思います。ベッドつぼしをまた越えて、住吉さんの方に、ね、戻りたいと思います。先ほどの浅沢社です。ではまた住吉大使様の、ね、本殿の方に今度は向かっていきたいと思います。はい、店の中にまた本殿の方に戻っていきたい。順番にね、拝んでいきたいと思います。こちらですね、八幡宮様ですね。この奥がね、本当は、本殿につながるんですけれども、外からお参り行きたいと思います。でこちらね、本来だった古代力の美味しい守りを集めたりできるんですけど、今はコロナでお休みです。では私がお世話になっている勧誘様に行きたいと思います。で次ね、裏側に回っていきます。表ですね、さっきが裏ですね。高橋様のね、表を拝ませていただきたいと思います。蛇神様のお社になっております。もうちょっと早く来ようかなと思ったけど、みんな偉いと思う。蛇神様のお社に来ましたので、拝ませていただきます。中にですね、こちら、この卵をね、差し上げる。ではお願いしていただきます。こちらでですね、古い札を返すところになっています。本殿の中に入っ
ていきたいと思います。ランジャツコスピリチュアルトークナンバー6その2へ続きます。どうぞご覧ください。バイバイ。